昨年のライジンバンタム級ジャパングランプリでは1回戦敗退ながらも期待通りの足換妖怪ぶりを発揮し会場を沸かせました。今年8月のディープではフェザー級として参戦しましたが、芦田選手に判定負けを喫しています。これまでの戦績は62戦39勝21敗に分け、フィニッシュ率は 74%、 39勝のうち17勝が足関節のフィニッシュという、まさに足関銃弾です。62戦ってすごいですね。そうですね、まあ単純計算すると1年に3試合やっても20年やってるってことですからすごいですね、すごいですね、はい、大ベテランですね。私この毎回ライジンの YouTube でこう今までみんな皆さんのこう戦績読むじゃないですか、はい、62戦は聞いたことないな。